はい田です、えー、減量糖質制限生活3週間経過いたしました結果としてはね満足,いか満足いかないんですけどもとりあえず体重の減少 3kg 体脂肪率の減少3.5%はありましたね筋肉の量は1週間後はかなり落ちましたけども現在やや増えている感じ ね、3キロ増えた割には優秀な結果かなという感じですねただし内臓脂肪レベルがなかなか落ちないということで内臓脂肪はね、まあ、一番早く簡単に落ちるって言いますけど私は皮下脂肪の方が落ちてるようですねで昔からこの傾向あって、えー、長年の自分の体の分析すると20代から50代にかけて睡眠時間1時間から6 3時間というハードな仕事をこなしてきたのが大きな原因のように感じています 一日のうち数時間は地面に対して平行にしないといけませんけど、私の場合ディスクでうたた寝で睡眠したことも多くて、内臓を地面に対して垂直にしたままだったサラリーマン生活は長かったんですね。で、猛烈社員という言葉が、ね、昔ありましたけども、一週間のうち、うん、あ、違う、週休一日制時代に残業深夜までやるのが普通の時代だったんですね。でつまり、えー、高度成長時代の日本を支えてきたサラリーマンがまだ先輩にいた当時なんですよね。 なので、あの仕事は根性でこなすというのが普通の先輩たちの精神も鍛えられたというのは、そういうのがあだになったとっいう感じですね。どうやら臓のそが、ね、あの相当疲弊させてしまったようで、インスリンの出が非常に悪くなって、内臓脂肪の燃焼しなくなったとっいう感じですね。筋トレや水水有酸素運動を、ね、やっても、体重が落ちてもなかなか内臓脂肪が落ちませんという状態でした。 えー、自分に、ね、必要なのは休養、を今さらながら、ね、睡眠を6時間以上努めて取るように努力しております。3時間睡眠で、ね、大丈夫な、そういう風な体、習,習慣というのを、ね、離れようかなと思っています。また、糖質制限は、ね、自分には良い影響があると感じています。説明は省きますけど、実感としてありますね。要するに炭水化物を食べないのではなく、糖質を負って血糖値を上げない工夫をするということが重要と、そのように捉えております。 この食べ方はドクターハシさんの考え方をヒントにしております。汁物、その次に野菜、その次に肉、その次におかず、そして炭水化物という順番で薄い、えー、そうですね、薄い薄い味の味噌汁を簡易して、それからわかめキクラゲなど、そういったのを入れておいて、その後はキャベツなどのサラダを食べて、で、 水分と食物繊維を胃に溜めることで次に黒るお,おかずとか炭水化物の血糖値はそういったものの上昇を防ぐという感じですねサラダを食べた時点でお腹が膨らんでますので主,主食が早く満腹になって退食しませんしかもこの食べ方は薄味になれるので、えー、血圧の高い方にも絶好という感じだ,だと思いますただねこの食べ方はね体重減りますけど筋肉も同時に落ちてしまうので運動特に筋トレ大事かなと思っています で筋トレの肝はワイドスクワットと決めておりますどうも頻尿がひどくて夜尿症で、えー、睡眠が妨害されている状態だったんですねなのでワイドスクワットと肛門締めをきっちりやるようにしておりますで、えー、昨年の巣ごもりで体がめちゃくちゃに悪くなってしまったんですけども運動ってやっぱ大切でたった1年でよもやの糖尿病 かもしれないという宣言が来るとはね思いもしませんでした。で食べ歩きなんか全然してこなかったんですけどねこの順はね うん、絶対に寿命を尽きるまでやろうと思っていますで。今はね、お菓子のコーナーを菓子パン、カップ麺、それから揚げ物、バラ肉などね、あの買い物してる時絶対見ないようにして買い物して,し,てしております。で、先日の、えー、診断結果は、年末の,あの測定ですけども、えー、肝臓、血糖値、腎臓等の全てがなんかあんまり良くない状態と。本当はね、1週間後に検査をした方が良いのですけれども、内臓脂肪レベルを6まで落とすまで頑張ろうと、まあ、そのように思っております。 15はやっと14。この1がかなりかかりました。あと4ヶ月を目処にしてやってみたいと思ってます。 あと、身長から適正体重は68ぐらいなんですけども、体重を基準に内臓脂肪レベルを落とすと、一体どこまで落とさなくちゃいけないのかっていうのは分かんないんで、筋肉量を増やして内臓脂肪を燃やせるトン体質になれたら理想かなと、その前に、膵臓の健康をね、取り戻し、インスリン,ン,スリンがね、疾患に出るように体質を変えていきたいと、まあ、そのように思ってます。で、外食ですけども、時折食べることも考えております、えオカラバードをね、水分とともに20分ほど前にとって、二郎のようにね 野菜が多いラーメンに麺を抜くか少量で食べるなどのそういった工夫も有いかなと思ってます野菜タンメンなど野菜を先に食べるというのも良いかもしれませんまだ野菜炒めを先に食べて後でラーメンという手段もあるので町中華でそれをやるのも良いでしょうねどのみち年配の視聴者が多いので、えー、参考にしてもらえばと思いますそれから筋トレ動画ですから3本アップ,アップしてね様子を見てたんですけれども重要が全くないのを確認しましたので筋トレ動画やめましたとりあえず食べ物 工夫と食事内容動画とそれからトレーニングのメモの報告っていうことに感じにしております。で、やはり、えー、美味しく食べるにはね、健康維持しなくてはいけないので、今のところ食事は非常に美味しいし、特別飢餓感などは無縁なので、おすすめできるっていう、そういふうに思っております。とりあえず結果を出さないといけないと、まあそういうふうに思っております。えー、昔はね、ボクシングなどね、減量法やってたあ時代もありましたけど、あれはきつかったですね。 格闘技をやってた人間というのは、ね、マゾが多いんでね、自分も耐えるのは結構得意でした。でもあれは一般人には無理だしね、あのおすすめできないです。 5ヶ月の長い時間かけてね、死亡を落とするのは初めてなんですけども、今後はこの、ずっとこの生活をね、続けていって、これになれないな、いけない,い,けな,いなと思っているし、全然ストレス感じてなくてね、非常に食事もおいしいという、まあそういう状態なので、まあ、あのかなり、えー、そうですねあの、表を見てもらえれば分かる通り、あの、うん、痩せてはいますね。 ただ、ちょっと残念ながら、あの、内臓脂肪レベルがちょっと落ちちゃ、落ちがちょっとあんま良くないなと。まあ、そういう感じですね。あと、肉がね、どうもね、男性ホルモンを、ね、刺,激刺激しちゃってるみたいで、あの、頻尿というか、あの、前立腺肥大、そっちの方に影響してるような感じもしてるので、えー、女性ホルモン用作用のあるね、大豆フラボンが入ってる、あの、大豆、 系のものを、あの、プロテインなんかもね、大豆系の方に変えてしまって、えー、やっていこうかなと。で、きな粉なんかも飲んで、えー、まあ、ちょっと、うん、自分の体操を変えていこうかなと。まあ、それはちょっと今、自分で、えー、考えながら、いろいろ工夫して人体実験を行っているという、まあ、そういう、うん、状態ですね。まあ、そういうことで、えー、また今日は早口になっちゃいましたけどね。えー、ちょっと <laughs>。はい。じゃあ、あのー、また、今度。バイバイ。